私の名前はパニコ。今年27歳になるコンビニの正社員です。実家暮らしで母のミキコと4歳年下の弟シュートと一緒に暮らしています。父は私と弟がまだ幼い頃に病気で亡くなってしまいました。女で一つで私と弟を育ててくれた母には感謝していますが、どうしても私には納得できない部分があります。それは母が優秀な弟ばかりを贔屓していること。私は高校生の時にバイトしていたコンビニでそのまま正社員として働いているのですが、そんな私を母は見下して弟と何かと比較するのです。今日も仕事中に母からこんな LINE が届きました。パニコ、私これからお友達と食事に出かけるから、シュートちゃんの夕飯よろしくね。え、今日は無理だよ。店長と本部会議に出るから帰りは遅くなるんだけど、シュートには適当に夕飯を済ませてもらいなよ。まあ、かわいいシュートちゃんのご飯も作れないの？夕飯作りのために会議すっぽかすなんてできないよ。シュートだって子供じゃないんだし、夕飯くらい自分で支度できるでしょ。まったくもう、パニコはお姉ちゃんだって言うのに自分の立場分かってないわね。はあ、でもお姉ちゃんは頭が悪いもの。私の言うことが分からなくても仕方ないわよね。何それ、お母さんいい加減にして。私だって仕事してるんだし暇じゃないのよ。コンビニごときで暇じゃないなんて、本当にあんたは子供の頃から生意気よね。とにかくシュートちゃんの夕飯は頼んだからね。分かってると思うけど、コンビニ弁当なんて許さないわよ。添加物や脂質に注意して健康的な美味しい食事を作るのよ。私の可愛いシュートちゃんがお肌ツヤツヤになるようにね。私は呆れて物も言えませんでした。弟のシュートは何も自分で食事の支度もできないような子供ではありません。自分で考えて行動することができますし、母の異常な溺愛ぶりにはシュート自身も愛想をつかせているようです。もちろんこのまま母の LINE を無視して仕事に戻りましたが、なんと会議中にも私のスマホは LINE の通知が鳴りっぱなし。会議のメンバーも私のスマホの通知のせいで気が散ってしまい、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいでした。会議が終わりスマホを確認すると、案の定着信は全て母からの LINE でした。ちょっと、なんで無視するのよ。仕事は切り上げたの？返事しなさい、パニコ。コンビニなんかよりも大事な弟の夕飯の支度があるでしょう。今すぐ帰ってきなさい。私は LINE を見て驚愕してしまいました。仕事を放って家に帰ることなんてできません。あのね、お母さん、コンビニコンビニって見下してるけど、私にとっては大事な仕事なの。そんな資格もいらない仕事、大事なはずないじゃない。弟の方が大事だとは考えないの？もちろんシュートは大切な弟だけど、もう子供じゃないし、自分のことは自分でできるじゃん。はあ、弟の食事一つも用意できないなんて、恥ずかしいったらありゃしない、女だってのに。お母さんにそんなこと言われる筋合いないし、私だって自分のことは自分でやってるよ。へりくつばっかり言ってないで早く帰ってきなさい。家に帰ってじっくり今後のことを話し合おうじゃないの。逃げたって無駄よ。万が一帰ってこなかったら、パニコの友達の家に全部連絡するから。弟への母の溺愛ぶりと非常識さに驚きながらも、慌てて私は帰宅しました。家に帰ると母は先に帰宅していて、ヒステリックに私を罵り始めたのです。アニコ、あの LINE での態度は何なの？私が頼んだ用事もまともにこなせないなんて、ああ、本当に頭の悪い子。それにシュートちゃんはどこ？シュートちゃんが家にいないのよ。シュートは外食にでも行ったんじゃない？さっきも言ったけど、私だって仕事してるんだよ。 LINE も迷惑だから仕事中は勘弁してほしいんだけど。シュートちゃんが外食？外食なんて体に良くないじゃない。シュートちゃんが外食する羽目になったのも全部パニコのせいよ。なんで私のせいなの？意味わからないんだけど。この後に及んで私に口答えする気？ああ、イライラする。お願いだからもう出て行ってちょうだい。自分一人で生活しなさい。もう二度とこの家に帰ってこないで。なんと弟に食事を用意しなかったのがきっかけで母は激怒し、私は家を出るよう宣告されてしまったのです。私自身も母とこれ以上一緒に生活するのは無理でした。
私はすぐに単身アパートを見つけ、引っ越して一人暮らしを始めました。しかし、それが私の転機だったのです。アパートに引っ越してすぐ、弟から一通の LINE が届きました。姉ちゃん、自由気ままな一人暮らしはどう？俺も母ちゃんの呪縛から逃れたいわ。最高だよ。シュートもお母さんが嫌になったら、私の家に逃げてきちゃえば。いざっていう時は利用させてもらうわ。それを外、俺考えたんだけどさ、姉ちゃん口が達者じゃん。結婚相談所を開くとかよくね。え、私が？なんでそう思うの？突然の弟の LINE に私は驚きました。一体どうして結婚相談所なんでしょうか？昔から俺の恋愛相談乗ってくれてたしさ、姉ちゃんに相談すると俺は安心したし、何よりうまくいく。俺の今の彼女だって姉ちゃんに相談しててうまくいった口じゃん。確かに言われてみればそうだけど。それに今のコンビニだって接客が高校生の頃から神だったから社員に抜擢されたんでしょ。コンビニも悪くないとは思うけどさ、結婚相談所だったらマジ姉ちゃんのコミュスキルが花開くと思うんだよね。そうかな。ちょっとやってみない？実は俺の先輩に結婚相談所の人がいるんだよね。紹介するから話聞いてみなよ。わかった、ありがとう。弟からの提案を受けて、私はコンビニオーナーの許しを得て結婚相談所とのダブルワークをするようになりました。いざ始めてみると、自分でも驚くくらいにお客様に受けることになり、どんどん仕事の依頼が舞い込んでくるようになったのです。コンビニとの両立は難しくなり、私は惜しまれながらもコンビニを退職、結婚相談所一本で働くようになると、さらに私を頼りにするお客様は増えていきました。そして2年後、なんと結婚相談所のオーナーから独立しないかと声がかかったのです。私の技術を買ってくれたオーナーが業務拡大するために別会社を立ち上げることとなり、新会社の社長に私を据えたいとのことでした。もちろん私は快諾し、トントン拍子に自分の結婚相談所がオープンしました。これまで私が持っていた顧客は全て私の会社に引き継がれ、さらに口コミ効果もあって、どんどん新規のお客様は増えていきました。忙しすぎてすっかり母のことなど忘れかけていた頃、久しぶりに母が相変わらず私のことを嘲笑うような LINE を送ってきました。パニコ、一人暮らしは何かと生活に困るでしょう。お母さんのありがたみが分かったかしら？うん、かなり分かった。お母さん、シュートは姉思いに優しい子に育ててくれてありがとね。え、どういう意味？シュートちゃんと何かあったの？いやー、あったあった。さすが秀才のシュートだよね。私の得意分野をしっかり分析してアドバイスしてくれたから、おかげさまで私今社長だよ。パニコが社長？どういうことなの？私、結婚相談所の社長なの。最近話題になってるパニパニマリッチって知らない？あれが私の会社。シュートが勧めてくれたおかげで今大忙しなんだ。ただのコンビニ店員だったパニコがパニパニマリッチの社長に？うん、なかなか楽しいよ。家を出て本当に良かったわ。そんな。一人で貧乏暮らしをしているだろう娘を預けるつもりで LINE したのが、思いもよらず立派になっているので母は戸惑っているようでした。しかし、社長というからにはお金を持っているだろうと考えたのでしょう。母は突然態度を変えてきました。ねえパニコ、社長ってことはお給料もいいのよね？変な話だけど、どれくらい持ってるの？まあそれなりにあるよ。お母さんに教える義理なんてないけどね。あのね、お願いがあるんだけど、お父さんが亡くなってから私も苦労して2人を育てたじゃない。老後の貯金があんまりないのよね。少し仕送りしてくれないかしら？確かにお母さんは苦労したでしょうけど、でもお母さんが私に出て行けって言ったんだよ。なんでそんなお母さんに私が仕送りしないといけないの？最愛のシュートちゃんに援助してもらえばいいじゃない。そんなこと言わないでよ。今までのことは謝るから、お願いよ。都合のいいこと言わないで。私を何だと思ってるの？もうお母さんとは縁切りだから。そんなこと言わないで、パニコ。
ああそうそう、愛しのシュートちゃんも近いうちに家を出るって言ってたから、頼れる人がいなくなって残念だね。まあ私は頭悪いから、お母さんの将来なんて分からなくても仕方ないけどね。いちし。それからすぐに私は母の LINE をブロックしました。ついでに着信拒否も一緒に。アパートから引っ越して、今私が住んでいる高級マンションの場所を母は知らないので、これですっかり母とは縁が切れることでしょう。弟もその後あの家から脱出に成功して、私と同様一人暮らしをしています。干渉しすぎる母親と離れて毎日充実しているみたい。母は愛しのシュートちゃんがいなくなって孤独な毎日。これを機に少しは頭が冷えればいいんですけどね。あの時に弟から背中を押されなかったら、今の私は存在しません。これからも姉と弟とで助け合っていい関係を続けていきたいと思っています。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。